献血し、開演の洗礼を受け、祝福された孤名を手に、力の真の意味を知り、献身の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで反魂の歌があらゆる命を守ることを誓おう。こんなにすごい力が秘められてたなんてびっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。おかげでクイクが最後の言葉を残すための時間を得られた。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。大丈夫か？しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。私が味わった葛藤と苦痛はどれも試練に過ぎない。試練はやがて私の力になる。そして私はクイクが思う最も誇らしい姿になるんだ。よし行こうぜ。あの真っ黒な奴らをボッコボコにしてやるんだ。人間の底力ってやつを思い知らせてやろう。敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに八神の国の力で情報伝達すれば采配も触れる。焦らず着実に行くぞ。ナタのために。次からは着弾点を見誤らないようにする。え、あ、エンジン様全く熱くなかったのですごくかっこよかったですよ。だが目には良くない。それは確かに。アビスの野郎ども、この偉大なる聖竜クグルアハウ様の前にひざまつけ。アハウの声まで聞こえるのかよ。ちょっと
とうるさいから一旦消してくれないか。なんだと、この無礼も。ああ、サンキューな、マーリカ。待たせたね、野郎ども。隠れ、クリスの敵を取ってやるよ。剣女盤石、天道盤昇。ファッションは私が定義する。剣闘技、鬼の狂気乱舞。数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけるぞ。エンジン様の力を存分に使わせてもらう。先は無用だ。カチナ、上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。ああ、スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番。行くよ、ぐるぐるコマちゃん。救出は済んだ。ばあちゃんたちは先に。次の行動には遅れないから。少し時間が欲しい。マロル、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。この魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線の宙の方も終わったよ。私の一撃で全滅。名園の主も危機を脱したところよ。火薬の集いを手伝いに行く。ああ、あそこの状況は特にひどいとか。僕も今向かっているところだ。必要ない、一掃した。もうか？さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたかわかるか。そっか。イアンサ、北条の国の方はどうする？イアンサの家は競技場から遠いでしょ。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたから、もう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。数に頼ってる時点であいつらの負けだぞ。まだアビスが魔物を集めて競技場に向かせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に向かおう。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の近くっぽいから手分けして破壊しよう。そうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。よし、これが最後の戦いだよ。
こにあり。岩山八九絹のような弱さね。Thank you.